はい、どうも。いいな、あの平日の昼間から。ああ、もういいですよ。あの、もうビールの匂いプンプンする。まだ一本しかもね。いや、あの全体からもうアルコールの匂いがするから ね、 からね、はい、いや、これってあの普通のちゃんとまともな社会人の方が言わすと、うん、はい、贅沢な話、ね、ああ、もちろんもちろん。平日のお天道さんの高いところからお酒を飲めるというのをね、はいはい、あ、それはね、ええことですよ。まあ、この昼間っちゅうのがまた気持ちいいですね、うん、これ。まだ天気ええし、はい、で、京都、はい、景色もええし、盆地なんでしょうね、うん、ええ感じよ、はい、ね。で、車検の方はどんな感じですか。車検はね、まあ、あのトントン、あ、もう十分じゃないですか。ですよ、はい、今の時点で、あの80円浮いてるんで。素晴らしい。消費税みたいな感じで、そう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 、あ、まあ、ちょっと 10% に軽減税率上がってる。生活に必要なもんやからね、西川君は。あ、そうだね、必要なもんね。いや、ほんでね、去年ぐらいから高田君言うてたでしょ、はい、オリンピック貯金が、貯金、あ、はいはい、そうです、そうです、あれでっていうのね。あれ、なんか二次販売が延期になったらしいですね。そこがや、はい、それがや、はい、あの8月に結果あったでしょ、はいはい、で、落ちてね、で、私重量上げがあるのが、僕もあの馬術落ちて、で、飛び込みも落ちて、落ちたでしょ、はい、で、再抽選9月、はい、結果出ます、はい、さっき言うと通りました。通りました。あ、何が当たりました。あのね、まず言うと条件として、はい、屋内、屋内、暑いから、はいはい、ね、で、日帰りで、うん、大阪から行ってみ て、ね、弾丸で帰ってこれるという方がありがたいで、はいはいはい、いろいろ選んでいって、で、すでに埋まってるのなんかもその第一希望の重量上げとか埋まってたから、はい、で、まあ、それでって頼んだんが、はい、水球、水球、お、予選ですかね。水球女子予選、女子予選、はいはい、はい、どこの国とどこの国がやるのも、あ、分からないですね。分からないし、ルールも分からへんし、まあ、なんとなしには分かるけどね、ああいう感じやから、はい、で、辰巳の水泳場やったらそこやから、はい、あの東京駅から京葉線で何個か目の駅やから、あ、比較的近い、もうほんま近いから、あの当たりました、はい、お、素晴らしい。7月の末、お、分かりました。水球、え、何月何日ですか。じゃあ7月のね、まあ30日前後その辺やったと思うんで、その日にもう日帰りで、あとはもうあれですね、なんとか新幹線および交通のチケットを早めに取ったと、ね、まあ、いうぐらいでしょ、ね、はい、まさか青春18切符で行くわけにもいない。え、まあ、まあ、あの行きは新幹線で、はいはいはい、最悪帰りはもう、まあまあまあね、帰ってくるだけやから、ね、あの徒歩ないし、ヒッチハイク、徒歩いうので、いや、まあまあ、大御所がヒッチハイクって全然若手がやるやつですからね。いや、さ、そういう意味ではちょっと俺ついてるんかなみたいな、今日も、はい、まあ、あの、まあ、ギャンブルいうかね、はい、そうか、ちょっと小さい風が俺に吹いてんちゃうかないので、いや、結構吹いてますよ、ええ感じの、ええ、いいでしょ、ええ感じの風が、もうそこ、さか、俺80円浮いてる、ああ、そうです。で、その一発目じゃなし、2回目の再抽選で、うん、水球の、ああ、また水球、水玉やね、水玉ね、はい、水玉ね、女子予選、はい、で、言うように、あのスポーツの醍醐味は最初ルールもわからないんやけど、実際その予選が歴史に残るかもわからないですからね、語り草になるそのね試合になるかもしれへんしとか、だからその辺があるから、いや、だからまた水球について調べようとしますしね、もういろいろとね、はい、まあ、この前 の、 あのラグビーワールドカップみたいに、はいはい、あのにわかファンって言われてるけど、はい、僕はにわかファン増えていいと思うんですよ。いや、と思います、いろんな入り方で、ね、ただね、ちょっとだけ不満があるとすれば、うん、日本代表が花園で試合をやってくれないっていうところがちょっとどうしても残念で、そういえばそのどうやらやっぱこう動かすよりもとか、あ、なんすかね、はい、まあ、もしくは進行があるんで神戸とかね、はいはいはい、関西でちょっとね、日本代表がやってほしかったですけどね、はい、まあ、それはオリンピック、はい、いいですね、いいでしょ、いいです、いいです、もうオリンピアンですよ、ね、オリンピアン、そういう選手になってしまいました、いや、もう選手、はい、もう出る勢いやからね、出る勢い、出る勢い、はいはい、全世界に顔をさらすことがある、いや、かもしれない。その時には僕、あの真面目なネクタイ締めてる、ああ、清掃でね、清掃で、まあ、僕もタキシードあつらえてから行こうかな、うん、で、下、海パン、海パン、変態やん、変態やん、京王線からその格好でね、京王線からかよ、はいはい、どうせやったら大阪からそのまま行ってくださいよ、ね、いや、ぐらいの勢いで、ね、最近それがちょっと小さい風を吹いてきてんじゃん、ああ、多分ね、でもまだあのレース、これ2、3レース残ってると思うんで、そうですね、一発逆転で、はい、あ、もうすごいことになるかもしれないので、はい、まあ、若いゆきさんは今吐きそうな顔で予想してますけど、もうなんかもうすごいらしいからね、もうなんか再選泥棒無心になってますね、まあまあ、そういうことです、はい、あらしゃ、どうも、はい。